どうも皆さんよろしくお願いします。さあ本日は吉本漫才劇場3周年そして第3回上方漫才協会大賞開催発表記者会見、司会を務めます私ザ・プランナイン朝声越えとよろしくお願いします。さあオープンから3年ということでね、はい、あっという間でそうですね、大阪のお笑い芸能文化を継承する若手芸人を育成し、はい、うん、人気芸人を発掘強化するための劇場として開館いたしまして、おかげさまで本日3周年を迎えました。はい、いやおめでたい、ありがとうございます。もう丸3年ほぼ休みなし。そうですね、もう本ネタもすごいし、本ネタ以外も今見た通りすごい本当にどうにかしてねこの年末メディアに出てやろうという根性がすごかったですけども ね、 はい、さあ本当にもう試合になり変わりましてお客様に感謝申し上げます。ありがとうございます。ありがとうございます。また吉本漫才劇場と同時に発足しました、はい、上方漫才協会が主催する一大イベント上方漫才協会大賞が来年2018年も開催されるというビッグニュースも後ほど詳しくお伝えいたします。はい、そして今回のこの記者会見はですね3周年の感謝を込めてお客様に生でご覧いただこうじゃないかということでたくさんの方々に来ていただいております。はい、そして実際の記者会見が行われるんですが、マスコミの記者さんに混じってお客様にも質問をしていただいたり、撮影タイムを設けようと思っておりますのでご協力よろしくお願いいたします。もうヤフーニュースに出るような鋭い質問投げかけてください。お願いいたします。ね、はい、また、はい、ね、この模様は LINE ライブの配信も生配信中でございます。はい、そして客席にはすごい漫才劇場の芸人さん元気ですか。あ、いいですね。いや、すごい勢いですね。客席に芸人さんもお客さんも記者の方もいて、はい、なかなかレアな状況でございますね。そうなんです。はい、さあこの1年で漫才劇場に所属する芸人さんがもうたくさん活躍されました。はい、そこで、はい、メディアで活躍した漫才劇場メンバーのネタを一口サイズでご覧いただきましょう。はい、まずはこの5組からです。どうぞ。言うてんねん。もうええわ。どうもでした。おはようございます。君取りと言います。お願いします。お願いします。もうええわ。お願いします。どうも、まゆりかと申します。よろしくお願いします。もうええわ。どうも、ありがとうございました。はじめまして、まるせいと言います。お願いします。ありがとうございます。もうええわ。ありがとうございました。どうも、こんにちは。クロスバーチョ劇です。お願いいたします。よろしくお願いします。もうええわ。どうも、ありがとうございました。どうも、お願いします。もうええわ。どうも、みきです。よろしくお願いします。いや、もうええわ。どうも、トットです。よろしくお願いします。もうええわ。どうもありがとうございました。どうも、よしとたちです。よろしくお願いしますね。もうええわ。はい、ありがとうございました。ということでね、もうほんと一口サイズサクサクっとネタをご覧いただきました。はい、さあここでこの1年の若手芸人の総括といたしましてこの方に登場していただきましょう。株式会社吉本クリエイティブエージェンシー常務取締役及び難波グランド花月総支配人の新田敦夫よりご挨拶のほどよろしくお願いいたします。お願いします。今紹介に預かりました吉本クリエイティブエージェンシーの新田と申します。本日はお忙しい中、お集まりいただきありがとうございます。またお客さんも朝の早くからご来場本当にありがとうございます。吉本漫才劇場皆さんの温かい、応援のおかげで、3周年迎えることができました。本当にたくさんの力のある芸人が育ってきております。日々舞台で、身につけているものをメディアで、発揮したり、また、この劇場だけじゃなくて前の吉本難波グランド花月の昼間の公演でも出番をもらって、老若男女変わらず笑いを取れるようになってきております。そんな中でも、夜公演で、キャリアのある芸人さんもなかなかプレッシャーのかかるところを吉本漫才劇場の若手がどんどん単独ライブを打って、指定席完売公演みたいなものもたくさん出てきております。今年に入りましてもアインシュタイン、ミキ、トット、ユリアン、吉田たちと5組が、ソールドアウトの公演を行っております。そういう形で、どん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 、若手が育ってきております。先ほど司会の朝越さんの方からもありましたけど来年の1月8日には、第3回の上方漫才大賞協会行われます。
先ほど単独でソロドアウトをしたアインシュタインが1回目、吉田たちが2回目の対象となっております。3回目もまた新たな才能が出てきてくれることを望んでおります。また、2日後ですけども、M1 グランプリの方にさやかと、ミキが進出決勝進出っていうのも、本当にそこでもまた、吉本漫才劇場のなんかインパクトみたいなものを残してほしいことを期待しております。これも皆さんの応援があってからだと思います。今後も漫才劇場および芸人さんの応援よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。もう敏腕中の敏腕で、はい、芸人さんも背筋伸びてましたが、 その雰囲気に飲まれてお客さんも背筋伸びてましたもんね。、はい。さあ、そして吉本漫才劇場から何やら面白い情報があるそうです。そうなんです。はい、まず一つは漫才劇場3周年キャンペーンといたしまして、漫劇川柳グランプリが開催されます。はい、芸人や公演など吉本漫才劇場をテーマにした川柳をお客様より大募集いたします。受付は本日の夜公演からで、優秀な作品を応募された方にはスペシャルな商品も当たりますので、皆様ぜひご参加ください。お願いします。そしてもう一つは毎年恒例になっております吉本漫才劇場の男前&ブサイク芸人ランキングをお客様の投票で決定いたします。はい、ランキング結果は第3回上方漫才協会大賞のコーナーで発表いたします。こちらも本日の夜公演から投票を募集いたしますので、皆様のご応募お待ちしております。はい、楽しみです。はい、以上詳しくは漫才劇場のホームページをご覧ください。もう面白い企画目白押しでございますから、今後もね、はい、動向をチェックしておいてください。はい、さあでは皆さん大変長らくお待たせいたしました。ここからが本日のメインイベントでございます。この劇場とともに発足した上方漫才協会から第3回上方漫才協会大賞開催の発表に参ります。はい、第3回上方漫才協会大賞は来年1月8日祝日でございます。ナンバーグランド花月で開催されます。各賞は大賞をはじめ新人賞、話題賞、文芸部門賞、そしてトータルコーディネート部門賞に至るまで幅広くご用意しております。また今回から東京にも枠組みを広げ、吉本無限大ホールのメンバーも大賞に入ります。はい、かなり激戦が予想されます。はい、では第3回上方漫才協会大賞にぎわすであろう、先ほどネタを披露していただいた漫才劇場のメンバーに改めて登場してもらいまして、この1年間の感想を聞いてみたいと思います。メンバーの皆さんどうぞ。さあ皆さん大きな拍手をお願いいたします。お願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあもうちょっと前の方に出ていただいて、はい、さあじゃあ一組ずつね、ちょっと手短ではございますが、まずさやか、よろしくお願いします。はい、お願いします。いやー、大きな大会も控えてますしね。そうですね、いやちょっと今年は自分たちが思ってる以上に結果も出せたんで、はい、まあ僕たちもこう引っ張っていきたいという気持ちもあるんで、3周年こう入って漫才劇場もこういい感じに発展していけるんじゃないかなと思ってます。いい発展出るんじゃないかなじゃないねん、強い気持ちで発展させて分かるぞって気持ちは前に出てます。強い気持ち、アイドリングが非常に高かった。むずいやつで言うあのむずさがよくわからないんですけど、むずかったんですね。今の相方のパスとしてはむずかったんですね。M1 じゃなくてよかったです。はい、期待しております。頑張ってください。はい、ありがとうございます。さあ続いて黄緑のお二人です。よろしくお願いします。拍手お願いします。さあこの1年いかがでしたでしょうかね。いろいろ評価をしていただいたりありがたいですね。やっぱ親父があの民泊始めたことを評価していただきましてありがとうございます。そこはあんまりちょっと審査対象入らないと思ってるんですね。親父にあの今誰泊まってんのって聞いたら、中国人が45連泊してるって言ってた。いや、ありえんのそれ、移住やん。一泊おいくらですか。3000で安いですね。はい、愛媛県松山でやっておりますので。はい、松山に中国人が45連泊、はい、何しに行ってんですか。それが評価されたわけじゃなかった。可能性もね、なきにしもあらずですけどね。はい、僕は今年いろいろあのファッションでファッションあの仕事いただいて、テレビも結構出させていただいたんで、上方漫才協会とファッション界ちょっと発展にね、うん、努めたいファッションも視野に入れてるんですね。はい、両方ちょっと、まあ、トータルコーディネート賞は取りたいですよね。それはもうマストで、マストで取りたいですよね。はいはい、絶対に取ります。お願いします。うん、言い方のマストが気になりますけどもね。頑張っていただきたいと思います。お願いします。さあ続いてマユリカです。はい、お願いします。新人賞をいただきましたもんね。そうです、うん、
ね、あの新人賞いただいて、うん、最初の2月とか、なんか NGK の本出番とか、はい、むっちゃ貴重な仕事いただいて、うん、ただなんか3ヶ月目ぐらいからなんか新人賞取ってないみたいなスケジュールになって取ったんですよね。力不足で、力不足で、取ってないみたいなスケジューリングになってたと、はいはい、取ってないみたいなスケジュールになっちゃったんで、さすがになりまして、はい、今年はいろんな仕事もらえるようにちょっとしたいです、はい、取ってます、取ってますし、次こそ大賞あたりをね、取ってね、はい、スケジュールもね、埋めていただきたい、はい、はいはい、ね、じゃあ最後ちょっとインコのさえずりで意気込みをお願いします。あ、ね、わかりました。はい、頑張ってください、ありがとうございます。伝わりました、伝わりました、ありがとうございます。マルセイユです、ありがとうございます。もう漫才一直線ですごいですよね。いえいえ、本当にあのもうトータルコーディネート賞と、はい、あの文芸部門賞は我々いただいておりますので、また大賞しか残っておりませんので、はいはい、ずっと寝言を言ってるんですか。寝てないんですよこれ。起きてるんですよ。起きててこの目なんです。しますよ、最大に上げてます。そうですね、はい、ちょっとすぐそうやって言ってえ、あ、そうなん。それじゃダメですよ、絶対にな。あ、そっちの知らん、あんまり浸透してないのギャグで。まあ、ギャグも多彩ですから期待しております。はい、頑張ってください。はい、続いて、はい、クロスバー直撃です。もう芸人からの支持が熱いですから。いいえ、そんなありがとうございます。はい、あの1年間今年もあの舞台の屋台骨として、屋台骨があのオープニング楽とのあのネタだったんですね。そうですね、はい、やらせてもらってますので、小道具もね豊富ですから、はい、その辺の評価もね、はい、あるかもしれません、はいはい、いや本当に去年年末賞を取らせていただくまで、うん、去年本当に4校アルバイト掛け持ちしとったんですよ。すごいな。でそれがもう一変しました。今なんと3つで大丈夫、1個減っただけやん。賞4ついるんや、はい、クロスバーだけ賞4ついるんや。頑張って、あと3つ賞、頑張って、ユーモア賞とファンタジー賞取れば。来年は思い切ってね、まだ発表してないんですけど行こうと思ってるんですよ。もうお、はい、東京か。なになに、温泉旅行に。温泉旅行勝手に行ってくれ、勝手に行っていや、多い多い多い、苔が多い、苔が多いです。釣り合ってないですよ、ボケと苔が釣り合ってないです。難しいですね。もう一回物理から法則ね、学んでください。頑張ってください。さあ、霜降り明星です。いい1年、はい、だから来年もちょっとね、あの飛躍して頑張っていきたいと思ってます、ね、大賞取れそう。こんなイベントやってねえな。漫才劇場でこんな若手集めてこんなイベントやってんのかいな。今年は漫才劇場おもろい組何組かおったけど、僕見てたけどほとんど滑ってたな。言わんわ。なんてこと、なんてこと言うんですか。いつも大前や。君プランナイの子やな。そうです、デビュー当時からずっと見てんで、めちゃめちゃネタ滑ってんな。言うか、言わへんやろ師匠。あと揺れすぎや、首が揺れすぎやね。ちゃんと言う内容もモノマネして、声質だけじゃなくて、頼むで、頼むで。はい、頑張ってください。期待しております。はい、さあ、ゆりやんレトリーバーです。大きにです。大きにと申します。え、名前は、名前それ、どこで受けてんねんそれ。そこそこの尺取って変なネタしてたな今日も。本当にずっとどこの何のシーンやねんあれは。あの昭和のね、ひどいわ。ひどいわ先生。あ、先生おったんや。先生おったんや。もう言ってるじゃねえかな、俺みたいなよ、ヤクザ家業のやつのな、あの後ついてきたらろくなこと寝た、悪いこと言えねえ、お前な、しっかりと家に帰ってな、あったかい布団で寝るんだからな。どうしてそういうこと言うの先生。もうひどいわ。ねえ、しかし私のことただのお嬢様だと思ってるんでしょ。いや、そりゃお嬢様、どっからどう見てもひっくり返ってもお嬢さんだよ、これは。お嬢様がこんなことできるかしら、見てなさい。こいつは驚きだね。どういうことやねん、もうええわ、もう下がっとけ、もうええよ。何が驚きやねん、もうええって。ジミーユリアンでございました。さあ、ミキのお二人です。ありがとうございました。さあ、大きな大会もあるね。はい、いかがですか。いや、もうぜひ優勝したいなと思ってます、はい、
もう M1 取ってこのね協会大賞も取りたいよね、はい、そうですね、最初狙って今年は、はい、行っていきたいと思います。なんか空回りしそうだけど大丈夫かな本番。いやそうですね、この前もなんかとりあえずテンポ早めよテンポ早めよって言ってスキャットマンみたいなツッコミしてたんでめちゃくちゃ早いやんスキャットマンやったらビビビビビビそうならない落ち着いてように、はい、気をつけます。はい、期待しておりますんで、はい、頑張ってください。さあトットの2人です。ありがとうございました。トットも賞を取りましてね、はい、新人賞いただきまして。飛躍ですよ。そうですね、いろいろなんか今までやってこんかったような仕事もいただけるようになりまして、本当にいい1年やったなと思います ね、 いいすね。そうですね、本当にで広島でも番組をね、広島で岡山でも岡山やって広島行って、はい、どんどん西へ行ってますね。普通東に行くんですね、はい、西から東京へ行く感じですか、はい、一周して、はい、そうですね、頑張っていただきたいと思いますけども、はい、期待しております。はい、ありがとうございます。さあ、そして吉田たちです。ありがとうございました。まあ、大賞取りましたからね。そうですね、大賞いただきまして。書いてないんですけど、読売の賞レースも取らせていただいた。賞はすごい。あと、1回目に文芸部門賞もいただいてるんですが、今年はトータルコーディネート賞を狙っていや、コーディネート決まってるけどな。それだけ取ってないんです。あ、コンプリートしたいんや。コンプリートしたいです。はい、全部取ろうかな。いや、期待しちゃいますよ、それはね。そうですね、あとは男前ランキングの差が開けば開くほど面白い。おかしいけどな、双子で差はなかなか開かんけど、そのあたりもちょっとじゃあ、まあ、お客さんが決めますんでね。はい、期待しております。はい、頑張ってください。よろしくお願いします。ありがとうございました。さあ、皆さん一旦後ろの方にお下がりください。さあ、先ほどね、概要にもありましたように、今年から大賞枠がですね、東京の若手芸人にも広がりました。ということで、はい、この方々に来ていただいております。東京吉本無限大ホールのファーストクラストップ5メンバーから、相席スタート、おかずクラブ、ニューヨーク、横澤夏子の登場です。どうぞ。よろしくお願いします。お願いします。はい、さあ、まずは相席スタート、はい、いかがでしょうか、ね、東京からということで。東京からやってまいりました、やっぱりね、はい、東京は大阪に比べて賞レースが少ないの で、 そうですよ、ね、こういう機会をいただけるのは非常にありがたいなと思っております、はい、うん、目指すは、あ、やっぱ大賞で、いい女の雰囲気出してるでしょう。ちょっとないと思います。多分ないと思うんですけどね。まだ新設された際はぜひ狙っていただきたいと思います。頑張ってください。さあ、おかずクラブです。はい、ね、おかずクラブもなかなか賞レースっていうのもね、面白いですよね。そうですね、イメージじゃないんですけれども、ね、そうですね、でも東京の劇場でも賞レースでもね、関西芸人の勢いがね、すごいので、すごい、この大会を通じて、うん、と日本の人は東京だぞってね、いや、分かって、分かってるけど、分かってるけど、いいですね、ちょっと大阪対東京の構図で頑張っていただきたい、頑張りましょう。ありがとうございます。渡すだけかい。ごめんなさい、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 はい、頑張ります。頑張ってください。はい、ありがとうございます。さあ、そしてニューヨークでーす、はい、もう絶対取ります。あ、すごい、全部取ります。全部は、はい、全部はなかなか取れないけど、部門はね、大賞も取りたいですし、トータルコーディネート賞、あ、いや、でももしかしたら、はい、うん、やっぱ相方はその裏で襲撃事件の時のたけしさんの髪型してる。コーディネートね、はい、決まってますね。今日会見ってことで、あの時の、はいはい、楽しみです。あの時のたけしさんをやってる、いつでも襲撃するぞという、はい、もう取れなかったらもう襲撃します。わかりました。大阪の人気合いで頑張ります。絶対取ります。頑張ってください。ありがとうございます、はい。さあ、そして横澤夏子ちゃんです、はい、よろしくお願いします。いかがでしょうかね。もうね、本当私ほど肩書きが欲しい女はいないので、この肩書きをぜひね。肩書きね、やっぱり地元の友達が今チーフとか主任とか、はい、もうそんな年ですか、副店長とかになったりするんですよ、はいはいはい、私のライバルは地元の OL なので、はい、とりあえずこの賞を取って地元の OL に勝ちたいと思います、うん、地元の OL このタイトル誰も取らんと思うけど、だからこそ負けないように頑張りたいと思います。わかります、肩書き増やしてください。はい、ありがとうございます。さあ、皆さんまたちょっと後ろの方下がっておいてください。さあ、続いてもう一方でございます。はい、上方漫才協会文芸部の大池部長、ご挨拶のほどよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、大きな拍手お願いいたします。本日はどうもありがとうございます。
一応あの漫才協会の文芸部長として、皆さんのネタをずっと見させていただいてるんですけども、あの先ほどあの1分ずつのネタを見ていただいて分かりますように、あのそれぞれネタの発想というのか、あの想像力というのか、非常に素晴らしいネタが毎回披露されておりまして、あの年々ネタのレベルアップを感じております。だからあの最近思うんですが、あのこのメンバーがあの自分たちのネタではなくだけでなく、あの NHK なんかで向こうで用意された台本の番組にも進出してきましたので、これはあのね、ご本人芸人さんだけはなしに番組を作る方にもなんか可能性が出てきたので、来年は皆さんこういう番組もどん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 出ていけるようにみんなも頑張ってほしいと思いますし、我々も応援したいと思いますので、また来年にも期待していただきたいと思います。本日はどうもありがとうございます。はい、ありがとうございました。さあ、それでは最後にこの方々にご登場いただきましょう。大きな拍手でお迎えください。上方漫才協会会長の中田カウス師匠、そして副会長の中田ボタン師匠のご両人です。よろしくお願いします。ではお願いいたします。おはようございます。おはようございます。ありがとうございます。おはようからね。どうもありがとうございます。そういうことで、はいはい、丸さんね、そうですよね、今日から4歳になりますからね、はい、この劇場も。そうですよね、4歳、4年目を迎えるわけですけども、はい、丸3年無事に、その間に見ていただいたように、うん、若手がガンガン伸びてきて、まだまだ伸びしろがあります。いろんなことを報告する手前で、NGK の新田総支配人の方から全てお伝えをしていただきまして、芸人さんのセンスなりネタに対する感覚も青池先生からの今のご紹介で、その通りやと思います。まあとりあえず若手のためのこの劇場が非常に良かったということと、そこにあります協会という師匠ですね、上方漫才協会は充実してて、日本相撲協会もちょっと見習ってほしいなと今のところ不祥事ないですね、吉本は ね、 そうですね。何があれば何にもあらへんね、車の当て逃げ以外は何にもないわけですから忘れてますね、もう皆さん。これからも何にもないと思いますけど、みんなね、なんかこうコンプライアンスとかということに非常になんか意識を持ってね、やってはいけないことは当たり前のようにみんな心得た上でのお生活を送り、ネタ作りをして、若手のね、その芸人というところに関して非常に進化をしてるというところが非常に安心だと思います。この後僕ね、12時過ぎからすぐに梅田花月の梅田の方の新劇場の出演がありましてですね、あの質疑応答の方で時間を取ってみたいと思います。ここの挨拶はこれぐらいにさせていただいて、いいですか？いいですね。今日はありがとうございます。いやいや、まだまだ続きますが、まだとりあえずこれぐらいで、はい、後で、はい、ありがとうございました。さあ、では質疑応答に入る前に今一度本日出演の皆さんに登場していただきましょう。お願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、どうぞ皆さんも前の方にね、出ていただきまして、今からは質疑応答、記者会見でございますからね、もうお客さんも含めて質問していいということでございますが、さあ、何か質問ある方ぜひお願いいたします。どうぞ挙手の方お願いいたします。さあ、どうでしょうか。ちょっと質問ね、組み立てていただいて、まずはね、しょっぱな記者の方でしょうかね。あ、どうぞ。新田支配人に伺いたいんですが、はい、いよいよ今月、はい、NGK も、はい、改装オープンということで、そう、吉本も、南と北で大きな劇場2つ持つことになるんですけども、その分やっぱり芸人も活性化していかなきゃいけないと思うんですけども、はい、これからどういう芸人にですね、二冠体制になってですね、大きな劇場望まれることですね、これのことからちょっと伺いたいと思うんですけど、はい、そういう意味で言うと関西が実は4劇場になるんですね、祇園入れると。はい、それで、南波グランド花月、吉本西梅田劇場、吉本祇園花月、ほんでこの吉本漫才劇場と、関西で4劇場になるので、本当にここをいつも満員にしてたくさんの笑いにしていくには絶対、若い子の力っていうのがこれも今以上に必要になってくると思うので、より
その大きい3劇場を回すためにはこの漫才劇場がまず活性化してやっぱり次から次へと若い子が出てこないと、4劇場っていう体制がうまく回らないと思うので、そのためにもやっぱりここ本当に、終わることなく次から次へと才能が出てきてほしいと本当に思っております。はい、はい、ありがとうございます。さあ他いらっしゃいますでしょうか。じゃあまず私の女性の方、はい、毎日新聞です。今回から上方漫才協会大賞東京に拡大されたというのはどういう狙いですか。はい、そういうことです。東京の子もね、僕は気づかなかったんですけども、よくよく見ると力のある子、伸びてこようとする才能を持っている子の子たちもいます。その前から皆様にも報告と約束をしましたように、東京の方にも協会を作りますということで、東京の方にも作りました。まあ3年大阪でやってみて、まあ、地固めといいますか様子を見て、3年、子育てでも3年経つとね、子供も非常にこう育てやすいし、もう4年目に入りますからね、非常に安定してきてまして、安定してきたところで東京に協会を作ったという同時に、この協会大賞の方にも、まあ、のところでも賞を取ってもらいたいということで、東京の子たちにも今回から参加していただきまして、他社の子も今見てます。他社の子も見ておりますけども、見ておりますという今程度で、まあ、手を挙げてほしいし、こちらも誘い水をかけてみたいと思います。広げていきたいと思います。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ちょっと時間の都合で写真撮影の方に、ね、移りたいと思いますので、皆さん少々お待ちください。もう一方行きますか。いや、お客さんの方からも、はい、お客さんもぜひ、せっかくここはもう、はい、お客様の方からの質疑応答も受け付けます。はい、どうぞ。もうね、もう去年おったね、アホみたいなんでもいいですよ。何でも大丈夫です。何それっていうね、もう記者の方みたいなんじゃなくて、せっかくですから、いいです。本当個人的にっていうのでもありですしね、よかったらね、ぜひこういう機会もないですから。どう、誰が一番女癖が悪いかと。いいです、聞きたい方聞いていただいて。なんか、はい、東京でえらいこそこそ遊んでるらしい。そうなんか、あら、そう、やめてください。しっかり否定しとけよ。遊んでないですよ、遊ぶってそういうことじゃないですよ。ホテルの新社新社、弟の部屋の鍵を借りて、新社そこで誰かで待たして、新社、はい、うるさいですよ、ちょっと。次の出番ありますから、師匠。ね、次の出番があるんですよ。まあ、ええ、今日はマスコミさんおらへんから。いや、いてるマスコミ、めちゃくちゃいてるめちゃくちゃいてるんですよ。でも、ね、皆さんに笑ってもらうような話やから、ええやな。いや、まあ、いや、勝つんですよ、この人。だいぶシャッター押しましたよ。でも、全ては、振られてる話ばっかりやから。そうですよね。せやろ、女の子はいじめてないわな。そうです、ね、はい。彼女の名前をどうぞ。まみちゃんです。全部言いますやん。生配信中でございます。生配信中でございます。マミちゃん、お客様よろしいですか。本当これを機会に。はい。ね。ちょっと時間の都合もありますので、写真撮影の方に移りたいと思います。はい。じゃあちょっと準備の方時間いただきますね。一旦皆さん後ろの方に下がっていただきまして、ちょっと椅子などを用意いたします。お客様も。はい、記者の方と一緒に写真撮っていいということですから、はい、はい、準備してくださいね。なかなかないですよ、これ貴重ですよ。記者会見をね、一緒に参加できるっていうのもないですからね。目線向かって右側お願いします。大丈夫ですかね。はい、それでは目線左にお願いします。じゃあお願いします。ご指示ある方よろしくお願いします。はい、お客さん撮れました。最後の最後まで撮ってくださいね。はい、では、はい、失礼いたします。はい、撮れましたか。もう本当終わりますんでね。はい、
さあ、マスコミ向けの撮影まだまだ後ほどもちょっと続けていただく予定でございますが、はい、お時間が来てしまいました、イベントはこれにて終了ということになります。はい、一般のお客様のご退場は向かって右側の扉からお帰りくださいませ。はい、それでは今後とも吉本漫才劇場とメンバー一同をどうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。本日はどうもありがとうございました。